ブレンダン・ハンセンブレンダン・ジョセフ・ハンセンは、アメリカ・ペンシルベニア州、ヘイバータウン出身の競泳選手。平泳ぎの元世界記録保持者。2000年シドニーオリンピックは、代表選考会で100メートル平泳ぎ、200メートル平泳ぎ、共に3位に終わり出場できなかったが、2001年世界水泳選手権では、男子200メートル平泳ぎで、金メダルを獲得。 2002年パンパシフィック水泳選手権では前年に続き男子200メートル平泳ぎで金メダルを獲得。2003年世界水泳選手権は男子100メートル平泳ぎで銀メダル、200メートル平泳ぎは銅メダルだった。2004年アテネオリンピック米国代表選考会で 日本の北島康介が保持していた100メートル平泳ぎ59秒78の世界記録を59秒30で更新。200メートル平泳ぎでも北島の保持していた2分9秒42を更新。2分9秒04の世界記録で優勝し初めての五輪代表になる。本番では北島に敗れて100メートル平泳ぎで銀メダル、200メートル平泳ぎは銅メダルに終わったが、 4X100 メートルメドレーリレーでは世界新記録での金メダルに貢献した。2005年世界水泳選手権では100メートル平泳ぎを59秒37で金メダル。200メートル平泳ぎでは2分9秒85で金メダルを獲得し、メドレーリレーを含んで3冠を達成。2006年パンパシフィック水泳選手権では100メートル平泳ぎ。 200メートル平泳ぎ、共に、金メダルを獲得した。2007年世界水泳選手権では100メートル平泳ぎで、金メダル、50メートル平泳ぎで、銀メダルを獲得したが、200メートル平泳ぎは、棄権した。2008年北京オリンピック、米国代表選考会では200メートル平泳ぎで4位に、終わり、この種目の代表権を逃した。 100メートル平泳ぎの出場権は確保し、米国男子競泳チームの首相に選ばれたものの、4位に終わりメダルものがし、自らの世界記録も北島に破られてしまった。アーロン・ピアソル、マイケル・フェルプス、ジェイソン・レザクと共に出場した 4X100 メートルメドレーリレーでは、世界新で金メダルを獲得2連覇を達成。2009年世界水泳選手権などの出場を、 見送り休養を表明していた。2012年に復帰、ロンドンオリンピック代表に選ばれる。ロンドンでは100メートル平泳ぎで因縁の北島を、川市銅メダルを獲得。4X100 メートルメドレーリレーでは、金メダルを獲得し、3連覇を達成した。大会終了後、引退を表明。日本では、北島の最大のライバルとして、注目を浴びた。ありがとうございます。